富士山富士山は山梨県富士吉田市にある遊園地富士急ハイランドの大型ローラーコースターの一つ。1996年7月17日開業。キャッチフレーズは天国に一番近いコースターなど。名称は日本一高い山、富士山から。開業当初、高さ、巻き上げ高さ、落差、最高速度の4項目で世界一を誇り。 1997年度のギネスブックに掲載された。ドドドンパ、A じゃないか、高飛車とともに富士急ハイランドを代表する4大コースターとなっており、開業から20年以上経った現在でも、同園人気ナンバーワンのアトラクションとして、君臨している。到着時には係員が拍手で迎えてくれる。コース途中にライドフォートカメラが設置されており、乗車後に、 富士山写真館で購入できる。写真の他、データ及び写真とデータのセットも販売。一時期は、シールや写真入りマグカップも販売していた。2015年8月16日に、登場者2000万人を突破した。2017年7月29日、とんでもいいな横の特設テントにこのアトラクションを、VR 映像で体験できる、ほぼ富士山がオープンした。 名称は開業当時のコース概要及び VR アトラクション、ほぼ藤山より抜粋。開業した当時、大型コースターでは高い背もたれと肩まで覆うショルダーハーネスが備えられた車両が主流の中、低い背もたれにシートベルト、腰のみを固定するバーとハイスペックなコースターとしては比較的軽装備な車両が採用された。車両のデザインは、 大気圏を突入する隕石をイメージしたもの。開業当初は赤、青、黒の三編成で、それぞれオレンジ色の炎が描かれたデザインだった。2002年8月には1億5000万円をかけて、金箔 3kg を車両全体に貼り付けた藤山金太郎。2003年10月には1億円をかけて、表面上に磨き上げた銀箔 1kg を貼り付けた。 藤山銀次2006年4月には開業10周年を記念し、共に結成10周年を迎えた騎士団とのコラボによる1年限定車両藤山騎士団校が導入された。なお、騎士団校は先頭の10周年マークや騎士団メンバーのイラストがけされ、しばらく運行していた。2009年7月には2代目金太郎銀次が導入された。なお、 初代、金太郎の戦闘車両のみ、ドドドンパの加速トンネル付近にフォトスポットのオブジェ、エアー藤山として置かれている。2013年4月13日には、全面鏡面加工を施した、藤山京子が導入された。2016年7月16日には、開業20周年を記念し、約1億6000万円をかけて、戦闘車両に王が掘られた、三代目。 金太郎法王号が導入された。2017年4月22日には真珠のような輝きを放ち、初代車両を踏襲した炎が描かれた藤山パールちゃんが導入された。夏季と冬季では異なる車輪を使っている。特に冬場はホームにあるヒーターによって車輪を温めることで抵抗を抑えるようにしている。2021年2月より、 富士山の第2高点55メートル部分に点検等、富士山タワーを建設開始。タワーには頂上に展望台、富士山スカイデッキ、ハーネスを装着し、タワーを周回する、富士山ウォーク、頂上から地上まで一気に滑り降りるチューブ型、滑り台、富士山スライダーの3つのアクティビティが登場し、富士山スライダー以外は2021年7月21日に開業予定。 は、1996年当時、ギネス世界記録。ありがとうございます。